平行度についてどういう意味かわからない、聞いたことはあるけど詳しくは知らない、具体的にどのように使われているのかわからない、使う上での注意点を知りたいといったことでお困りではないでしょうか。この動画では平行度の定義、どのような時に指するのか、図面上での使われ方、使用する際の注意点を解説していきます。早速ですが、まずは平行度の定義です。平行度とは一言で言うと、 基準の平面に対して平行であるべき表面がどれだけ平行と隔たってもいいかということです基準の平面に対してというのがポイントとなります平行度と似たような名前の結果交差に平面度がありますここでは平行度と平面度の違いについて触れます違いを一言で言うと基準があるかないかです 平行度の場合、基準となる平面などに対して平行であるかが重要となる一方、平面度は基準がありません。あくまで面そのものがまっ平らな平面かどうかが問われます。なお、この基準のことを気化交差の世界ではデータムと呼びます。では、実際に平行度の図面での使われ方を見てみましょう。直方体の表面に対する指示を見てみます。 図面上側に斜めの二重線の形をした記号がありますがこれが平行度を表す記号です。一方四角で囲った A で示せられている平面がデータムつまり基準を表す記号です。この図面で指示される交差域はこのようになります。対象表面は距離 0.1mm のデータム平面に平行な2平面に挟まれることが求められます。 設計者の意図の例としまして、基準面と平行に部品を接して取り付けたい。基準面に対する平行のズレ、反りは0.1ミリまで許すといったことが挙げられます。ここで注意です。サイズ交差が10プラスマイナス0.1だったので0.2の幅があります。この時、上面、下面のデコボコがこのような形状も取りれますが、 この4つの形状すべてが交差指示を満たしています。このように平行度は太鼓形状や包み形状であることを制限するものではありません。また、下面の平面度は最大で0.3となります。さらなる理解のために、平行度と平面度が同時に指示されている例を見てみます。 この図は平面度と平行度が同時に記載されている例を示しています。平面度はデータムが不要であり基準面 A に対する平行具合は問われないつまりこの図のように斜めでも距離0.05の平行に平面間に収まっていればいいです。一方平行度はデータムが必要となり基準面 A に対して平行な平行に平面内に収まることを指示するものとなっています。 次に平行度と1度の指示が同時に示されている例を見てみましょう。平行度の規制より対象平面はデータム平面 A に平行な間隔0.1の平行2平面の間にあることが求められます。また1度の規制により対象表面はデータム平面 A から距離10の位置を真の位置として上下にそれぞれ0.1だけ離れた間隔0.2の平行2平面間にあることが求められます。 平行度の交差域は一度の交差域である0.2の空間内を上下に変動できます。一度も平行度もデータムが必要であり、基準面 A に対してそれぞれ距離0.2、0.1の平行に平面内に収まることを指示するものですが、一度によって定められる10という距離が変動域を制限しています。つまり、規制の強さで言うと平行度よりも一度の方が強いということになります。 次の使用例となります。真ん中が溝のようにくぼんだ形状でありその中心平面に対する指示となります交差域としまして対象となる中心平面は距離 0.1mm のデータム平面に平行なり平面に挟まれることが求められています設計者の人としまして基準面と平行な溝に部品を挿入し部品を平行に保ちたい。 順面に対する平行のズレ、それは0.1ミリまで許すといったことが挙げられます。続いての使用例となります。CZ という文字がついていることを覚えておいてください。交際域を示します。対象となる中心軸は、データム平面に平行な直径0.1ミリの円筒内に収まることが求められます。CZ により、 断続した軸線でも共通の交際機で規制されます。CZ による C については過去の動画でも事例を示していますのでよければご確認ください。設計者の意図の例としましては基準面と平行な穴に部品を挿入し部品を平行に保ちたい基準面に対する平行のズレうねりは 0.1mm までは許すといったことが考えられます。 次の使用例としてデータムを平面だけでなく平面と軸直線とした指示を見てみます。こちらの図面では直方体に穴が2つ開いた形状となっておりそのうち右側にある1つの穴の軸線に対して平行度の指示がなされています。交差域は図のようになります。 対象となる中心軸はデータム軸直線 A に平行かつデータム平面 B に平行な直方体内に収まることが求められます。その直方体の大きさは横から見た際には0.1ミリ上から見た際には0.2ミリとなります。最後に平行度の測定について3次元測定器を使わない簡易的な方法を2つご紹介します。 まずは1つ目の方法としてデータム平面に対する平面の測定となります。常板とインジケーターを用いて測定物を図のように設置します。測定士により対照面全体を操作して指針のフれを測定します。この時の指針のフれは対照面自体の凹凸また常板面に対する対照面の傾きの大きく2種類が混合されて計測された結果となります。 指針の触れの最大値と最小値の差が0.1以内であれば平行度の高差を目指すことになります次にデータ無平面に対する軸線の測定について説明します上板とインチケーターを用いて測定物を図のように設置しますまず内径の適宜なピッチにおける直径 DI および穴下面高さ m y を測定します 次に、上盤面から穴中心までの高さ HI を HI イコール MI たす DI 割2という計算式で計算します。そして、HI の最大値と最小値の差、ΔH を穴軸線がどれだけ上下に触れているのか、つまり穴軸線の平行度とできます。この動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。概要欄では、 この動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックお願いします。今後も役立つ,役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。